1223年、ランスで行われたルイ八世とブランシュとカスティーユの大冠式。1450年代に描かれたフランス大年代記のミニアチュールより、フランス君主一覧では、君主政時代のフランスの君主の一覧を示す。フランスでは、中世より1870年まで君主が支配した。フランスの支配者は主に王を名乗り、後に、ボナパルト朝では皇帝を名乗った。 フランスの成立時期には複数の見解が存在する。もっとも早くに遡ろうとするならば、486年、クロビス一世によって、ローマ帝国のガリアにおける軍司令官シアグリウスが倒され、メロビング朝、フランク王国が成立した時となるだろう。フランク王国は8世紀に分裂する。ベルダン条約により、843年にし、フランク王国が成立する。 西フランク王国の支配域が、おおよそ今日のフランスへと展開していくこととなる。この観点から、この表は843年、西フランク王国のシャルル特等王即位より、開始している。それ以前のフランクの君主については、フランク王の一覧を参照。以下の表に掲載した以外に、1340年から1360年、 および1369年から1801年にかけては、イングランド王およびグレートブリテン王もフランス王の称号を自称した。ごく短い期間ではあるが、この称号が実際に一定の根拠を持っていた時期もある。すなわち、1420年のトロワ条約により、シャルル6世はその義士イングランド王ヘンリー5世を、摂政及び継承者として認めたのである。ヘンリー五世が、 シャルル6世に先だったため、ヘンリー5世の子ヘンリー6世は、祖父シャルル6世からフランス王の称号を継承した。北フランスの大部分は1435年までイングランドの支配下にあったが、1453年までにイングランドはカレーを除いたフランス全土から敗退し、カレーも1558年にフランスの手に落ちた。しかしながら、イングランド王、 後グレートブリテン王は1801年のグレートブリテン及びアイルランド連合王国成立までフランス王を自称し続けた。1337年から1422年の間にも断続的に複数のイングランド王がフランス王を自称している。君主号としてはフィリップ4世まではフランクの王が用いられた。ナバラ王国の王位をねたカペ末期び ブルボン朝歴代の国王は、フランスとナバラの王を称した。1791年憲法が効力を有した、短い期間及び1830年の7月革命後には、フランスの王ではなく、フランス人の王が用いられた。ボナパルト家の君主ナポレオン1世、2世、3世は、フランス人の皇帝を使用した。フランスの名は、ゲルマンの一部族である。 フランク人に由来する。メロビング朝は伝説上の人物とされる部族長ファラモンに遡るが、実際に最初の王となったのはクロビス一世である。その死後、王国は息子たちの間でネウストリア、パリ、ブルグンと及びアウストラシアに分割される。その後も分裂とメロビング朝の王たちの間での闘争が続いた。やがてメロビング朝は、 カロリング朝にとって変わられる。カロリング期ははじめアウストラシアの旧済であったが、徐々に統合を進め、クロビス以来のフランク王国全土統合を成し遂げた。ショー・ピピンが王として即位することで、メロビング朝は完全に終わる。ショー・ピピンの子、シャルル・マーニュの広大な支配域は、累計権王により分割される。累計権王の頃、タール一世の治世化、843年に、 フランク王国は、東フランク王国、ロタリンギア、西フランク王国へと分割された。シャルル特クト王は、西フランク王国の最初の王である。ウード、ロベール一世、ラウールは、カロリング家ではなく、対立するロベール家の王である。カペー朝を起こしたユーグカペーは、ロベール一世の孫である。 ユーグカペーの着流であるカペー町は987年より1792年まで、そして1814年より1848年まで、フランスを支配した。ただし、1328年以降は、一般的にバルワ町及びブルボーニャサとして、個別の名で呼ばれる。上の表には含まれていないが、ロベール2世の長男ユーグマニュス、また、 ルイ6世の長男フィリップは、それぞれ父と共同統治を行った。これは、カペー初期の監修として、王が生前に後継者を退官し、共同統治王として権力を共有したものの、それぞれ不王に先だったためである。遊具、フィリップ共に単独、または年長の王とならなかったため、伝統的にフランスの王には含めず、従って代数を伏さない。 プランタジネット家のフランス支配権の主張に基づき、1422年からフランス北部の大部分はランカスター家のイングランド王ヘンリー6世の支配下にあったが、ロワール側以南の多くはシャルル7世が支配していた。1429年にランスでの退官後、シャルルは次第に支配域を拡大し、1453年までにヘンリーはレーを除き、 フランスの領土のすべて失い、百年戦争が終結した。ルイ16世の子である、ルイ・シャルルは、1793年1月21日より1795年6月8日まで、名目のみであるが、フランス王ルイ17世であった。しかし、実際にはこの期間にわたり遊兵されており、権力は共和国の指導者たちにあった。ルイ17世の没後、 その王子ルイス・タニスラスがルイ18世として王位を主張したが法的にフランス王となったのは1814年の王政復古によってである。1792年より1804年までフランスは共和政体であった。1804年にナポレオン・ボナパルトがフランス皇帝として即位した。1815年6月22日から7月7日の間、 ボナパルティストは、ナポレオン1世の子ナポレオン2世を正当な定位、継承者と見ました。しかし、ナポレオン2世は、まだ幼く、オーストリアの母の下で育てられており、その統治は、一切実態を伴わないものであった。7月7日、ルイ18世が再び王となった。シャルル10世の長男かつ後継者の王太子ルイ・アントワーヌを、法的に、フランス王であったと認めて、 ルイ19世とする場合もある。シャルル10世の大尉の署名からルイ19世の大尉の署名までの間は20分間であった。君主聖主義者は、シャルル10世の孫、アンリ・ダルトは5830年8月2日から8月9日の間正式にフランス王であったと認め、アンリ5世とする。ただし、これは革命の土作さに生じたものであり、支配は、 基本的に実態を伴わっていないため、フランスの国によって認められたことはない。このため公的なフランス君主には通常含めない。1848年から1852年は第二共和制であり、1852年に大統領ルーナポレオン・ボナパルトはフランス皇帝に即位した。この時期はナポレオン三世が プロイセン軍に捕らえられ、第二帝政が崩壊してから、ルイジュールトロ首相軍による、第三共和制の設立までの過渡期にあたる。これまでに、君主の子孫にあたる複数の人々が、フランスの政党君主として、王位を請求し、フランス大統領の権限を及び他の王位請求者の、正当性を否定している。これには、以下の集団がある。ありがとうございます。